はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターポンです。ターポンを実況するグランツーリスモスポーツ、今回 T&E グランプリ、シーズン2ラウンド7レイクマジョーレサーキットでの、レースになります。で、今回はスーパーフォーミュラを乗っていくんですけども、まあ、ドライバー視点で行こうかなっていうところもあるんですけど、ちょっとね、あのデイリーレースとかによく参加するようになって、1人称の視点ですねの機会が増えているので、今回ちょっと途中までは1人称で行って、ちょっと途中からドライバー視点に変えるような形でちょっと走っていこうかなと思います。今回は全14周になります。まあ、これドライバー視点ですよね。で、ここからこれになります。さあ、スタートしました。レイクマジョーレサーキットなんですけども、まずはね、1コーナー目のこのタイトな S 字ですね。を抜けていって、ここはね、高速の左のターンですね。で、右のターンを抜けて、立ち上がっていきます。で、次が右の、高速のターンですね。高速というか、140前後で立ち上がっていくような中速の、右のターンを抜けていきます。あそこはオーバーテイクポイントですね。で、ここからはね、高速セクションになります。で、ここで後ろにぴったりとついて、このバックストレートで、オーバーテイクを狙っていってもいいのかなという感じなんですけども、ちょっとダウンコース強めにかけてるんで、今ね、ちょっとね、ブロックライン取られてたんで、イン入れなかったんで、ちょっと間がありましたね。まあ、今回ちょっと一人称視点で久しぶりにやるんで、デイリーレースやってる時はね、いつも、この視点でやってます。どうしてもね、スーパーフォーミュラーのドライバー視点ちょっと見づらいんで、今回はちょっとこれでいきたいなと思います。今ちょっとミディアムタイヤ履いてるんですけど、まあ、ちょっと状況に合わせてソフトタイヤを履いていこうかなとは思います。この試合のいいところはね、ブレーキポイントが分かりやすいので、すごくタイムは出しやすい、速くは走りやすいって感じですね。まあ、ただ途中からやっぱりリアルな視点でのねところも見せたいので、ちょっとドライバー視点でもやりますけど、さあ前が8、7、7番手まではね、ここ団子状態ですね。あそこでね、ヘアピンはね、無理にオーバーテイクすると本当に外側がかなり狭いんで、入れるかな。サイドバイサイドです。久しぶりにスーパーフォーミュラ乗るとちょっと楽しいですね。旋回性能が高いマシンってやっぱりこう、いかにこうアクセルワークでね、立ち上がりで前向かせてあげるか結構大事になってくるんで、すごく走ってて楽しいですね。
さ、ちょっと霧がかかってますね。ちょっと今ね、状況的にはね、午前中のコンディションにはしてあるんですけど、ちょっと霧がかかってて、ちょっとまたこれも雰囲気が出ていいですね。こういうところまで細かくね、表現されてるのはやっぱグランツーリスモの魅力なんで、すごくいいですね。前がバトってるんで、ここで前に出ます。さっき5番手にアップしました。前とは3秒差です。どのタイミングで入るかですね。まあ、大体7周くらいで入ろうかなとは思うんですけど、引っ張れるとこまで引っ張りたいなとは思います。今のもいい感じで行きましたね。あそこのヘアピンが遅いですね。あそこどうやったらうまく走れるのかな。結構あった方がいいのかな、ブレーキングポイントは。ギアを落としすぎました。間違えて2速まで入れちゃいました。ちょっと3速で回る予定だったんですけど、このペースもいいですね。さあ、ここでスリップです。なかなか抜けないですね。さあ2番手アップです。さあこれトップに出ました。今のね、ヘアピンシリーズのところで前の車がね、ちょっとふらついたのが分かったんで、いいにねじ込みましたけど、こういう展開になるとまあ、気分よく走れるんでね。
ままのペースでいきたいですね。もう一周ぐらいは燃料が持つ。予定なので、もう一周は持たせたいですね。燃費を抑えてギリギリ持つような走り方でいきたいなと思います。なるべくマージンを稼ぎたいところでは、あるので、ここですね。ここがね、すごく難しいかな。デイリーレースの時もね、ここ一番こう、ペナルティ受けやすいセクションのような気がしますね。やっぱ高速のセクションってどうしてもこう、ラインがね、やっぱ人と違かったりとかするとどうしても合わなかったりして接触したりとかって結構多発するんで、レイクマジョーレのセクションの中ではあそこの区間が一番個人的には難しいような気がしますね。さあミディアムタイヤでピットインです。さあ頑張れよ、ピットインだ。さあここで結構入れるんで、まあ前に出れたらいいんですけど、どうでしょう。さあ行きます。ああ、前に出れましたね。タイヤがまだ冷えているんでグリップしないですね。温めます。後ろとは3秒差ですね。ちょっと10周この視点で走って残り4周はドライバー視点でいきます。あそこね、ちょっとうまく走れるまだポイントつかめてないですね。だいぶねアンダーが出るんですよね、あそこで。だいぶタイヤも温まってきてグリップが良くなってますね。
さあこのままのペースでいきたいですね。タイム的にはね、今のところ自己ベストの1分40秒はね、でもね、出したいかな。この高速セクションをね、やっぱりこう、あの低速から抜けた後のここですよね、最終のセクションはかなり神経使いますね。右ターンはね、本当この最終のこのコーナーのね、進入速度に変わってくるんで、タイム出す上ではあそこの最後のセクションもね、気が抜けないですよね。ここからドライバーシーンですね、忘れてました。視点が変わるとね、こんなにも変わります。ブレーキングポイントからそのアクセルワークのポイントですよね、アクセルオンにするところ、ここのねタイミングの取り方っていうのがね、すごく難しくなってきます。結構体で覚えてるもんじゃないんですかみたいな感覚的なものにこうなるのかなっていう感じを受けることがあるかもしれないんですけど、アクセルオンとかそのどこのタイミングでハンドル切ろうとかって結構僕目印をつけたりとか、あとはそのブレーキングして何キロで大体何キロぐらいでいけるみたいなのをね見ながら実はやってるんですけど、結構感覚的なものじゃない時がありますね。特に争ってる時とかはそうですよね、バトル中とかは結構ねその辺をうまくこう考えて走んないと難しいですよね、やっぱりね、うまくこう自分のラインで走るっていうのかな。だからもうちょっと踏めるんじゃないのかなっていう気がするんですよね。だからライン取りももうちょっと外いっぱい使えるかなとか、そういうのね考えながらいつも走ってるんですけど、あとはブレーキングの突っ込みのタイミングですよね。このタイミングとかはやっぱね、一人称視点の方がね先が見えてるんで楽なんですけど、ドライバーシーンだとどうしても難しいですよね、このタイミングっていうのも。さあここのラップはそんなでもないですね。ミスですね今のね今のはね、どういう感じかって、ブレーキングポイントがちょっと早かったんですよ。で、無理してちょっとインカット気味で抜けようと思ったら、縁石入りすぎてたんで、一時的にちょっとこう、弾かれたって感じですかね。で、タイヤがグリップしなくて、外はみ出ちゃったって感じですね。でもドライバーシーンだとね、このエンジン音がねやっぱりこう伝わるんでね、その音もぜひ皆さん楽しんでください。
遠赤に乗った時の音ですね、かなりリアルに再現されてるんで、スーパーフォーミュラーはね、こうアクセルワークで車をこう曲げていくっていう感覚じゃなくて、こうブレーキングでやっぱりこうちゃんとこう車をね前に向かせたい方向に向かせないとね曲がんないんで、じゃあ基本のヘアピンです。今度はうまくいきましたね。もうちょっといい使いたいですけどね。アウトを目いっぱい使って、立ち上がってきます。これはいいタイム出たんじゃないかな。おー、今回のアシストラップを更新しました。なんでドライバー視点じゃ一人称視点最初スタートしたかっていうと、鳴らしをしたかったんですよね。どうしてもその、感覚的なものに最後の方はなってしまうんですけど、どのタイミングでやっぱりブレーキングを自分のつけた目印でしたときに車がどれぐらいこう反応してくれるのか、あとアクセルワークしたときにどれぐらいこう曲がってくれるのかっていうのをちょっと知りたかったんで、だからこう最初一人称視点で終わった後のこのドライバー視点もね、いい感じで走れてるんじゃないかなと思います。あとピットワークもね、今回ワンストップ作戦取ってるんで、これはね、いただきですよ。結構デイリーレースでもね、長い周走ることがあるので、どうしてもやっぱりこう人と違う作戦を取っていかないと、自分よりね、やっぱり速い人たちが多いのがやっぱりデイリーレースなので、そうなるとね、アンダーカットとかワンストップ作戦取ったりとかっていうのはやっぱりね、こう実際のレースと一緒で車の性能とかドライバーのやっぱりその腕前だったりとか、あとは車の状況によってやっぱタイムが全種異なってくるんで、でその中でどうやってこう前に出るかってなると、やっぱりピットワークとか自分の作戦だったりとかがあるんで、今回はだから最初のスティントでかなり僕は燃費走行してたんで、ワンストップで行きましたけど、タイヤもねそんなに消費しないで行けたんで、燃費走行勝ちというやつですかね。さあ立ち上がっていって、そうですね、燃料もちょうどいいですね。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回は、デクマジョーレサーキット無事にトップでフィニッシュすることができました。次回はですね、ラウンド8はサンクローサーキットグループ3で走っていきます。その時にですね、ちょっと新しい車をねお披露目できたらいいなと思っているので、そのあたりも楽しみにしておいてください。
というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。